こんにちは、おはようございます、こんばんは、はとくまです。今日も海外のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、今回は日本人の IFBB プロボディビルダー、2人目のボディビルダーとしてプロになって、2019年ジャパンプロでプロデビューを果たした児玉慎さん。そんな慎さんがクラシックフィジーカーとしてのプロ戦、デビュー戦を発表しました。大会名は発表していなくて、いつ頃の大会に合わせて減量を4月1日から始めましたっていうような、投稿なんですけど、8月と11月、どちらかの大会に標準を合わせているみたいです。今結構コロナっていうところで海外なかなか行けない。で、大会も順延になるかもしれないし、中止になっちゃうかもしれないっていう、まだわからない不確定な要素が多いっていうところもあって、大会自体は決めてはないのかもしれないんですが、減量をスタートしていると。いうことで、日本でね、クラシックフィジークの大会があればそれ出れるんでいいとは思うんですけど、クラシックフィジークでもね、いつか日本でね、開いてほしいなとは思うんですけど、そんなことは置いといても、最近シンさんはですね、タンクトップ着ている写真なんですが、ウエストからのこの広い背中、アウトラインを見せていたりとかですね、ウエストも、今までよりはなんとなく細くなって、絞れたからかもしれませんが、背中の、上半身の厚みっていうところも見えてきて、非常にクラシックフィジークデビューっていうのも個人的には楽しみだなって思ってます。やっぱり、ボディビルダーの人からクラシックフィジークに降りてくる人って、サイズとかでは結構ね、バチバチにクラシックのトップ選手とも渡り合えてる人が多いし、逆に絞りきれないっていう選手も多い気もしますが、絞りとかに関してはシンさんはもう、キャリア的にも、ジャパンプロの時も、その前のね、プロを決めた時も、絞りっていうのは凄まじかったと思うので、その辺はね、問題ないのかなと。リミットまで、絞るっていうのがクラシックフィジークはあるので、212とかもそうだけど、そこがね、結構厳しいところかもしれませんが、絞りは問題ないだろうというところで、あとは、なので、いかにクラシックフィジークらしさ、最近はクリス・バムステッド一強なクラシックフィジークですけど、そういう X フレームだったり、バキュームだったり、筋肉の細部まで刻み込まれたメリハリだったりね、そういったところ、アウトラインの美しさだったり、ポージングの美しさ、ポージングはシンさんうまいと思うので非常に、そこも問題ないのかなって思うんですが、ボディビルとはやっぱり審査基準がまた違う。ボディビルではいいことでもクラシックではダメなこととか、やっぱりあったりすると思うんですよ。そういうクラシックフィジークらしさっていうのが、どこまで作れているのか、ステージに立った時にどこまでそれが表現できるのかっていう、それ今のアップデートでは見えなくて、大会当日ステージに立った時にしかわからないことですが、この辺見るのが非常に個人的には楽しみです。賛否両論いっぱいあると思うんですよ。ボディビルって言った方がいいとか、クラシックフィジークっぽくはないとか、いろんな意見があると思います。確かにクリス・バムステッドとシンさん、どっちがクラシックフィジークっぽさがあるかって言ったら、今は絶対クリス・バムステッドだとは思うんですよ。ただ、別に不可能はないですから、別に忖度とかそういうところじゃなくてね、本当に不可能はないと思いますし、もう単純に日本人の、もしかしたらね、クラシックフィジークのプロ、日本人何人かいますが、としても初めてのね、デビュー戦かもしれないし、で単純にクラシックフィジーク日本人の選手の中で一番筋肉量とかサイズも含めてクラシックフィジークのトップ選手と多分渡り合えるのって今現状はシンさんだけだと思うんですよ。あと古越さんとか長嶋さんとか市川さんとかいますけど、やっぱり下半身だったり上半身だったりどこかしらサイズ不足っていうのは決定的なところであったりするという中で、ジャパンプロでリーガン・グライムス、ジェームス・ホリングセット、フアン・モレル、セドリック・マクミランとか本当にトップ中のトップと並んで、もちろんサイズ負けオープンではしましたが、そういうところに関しては、そんなに、めちゃくちゃな下半身のサイズ負けとかそういうのはないんじゃないかなって、クラシックフィジークの舞台では思ってるわけなんですよ。ってなってきたら、日本人の選手として、クラシックフィジークの、ステージに立つ選手としてって考えたら、一番楽しみなのってシンさんなんじゃないかなと個人的には思ってるので、今年ね、大会出てくれるのを決断してくれて、本当に、個人的には楽しみで嬉しいなって思ってます。じゃあ、8月と11月、どの辺の大会出るんだろうなって、個人的に、予想を立てました。11月に関してはもう出るとしたらこれなのかなっていうのはあるんですけれども、なので11月から話しましょうか。クラシックフィジーク自体はですね、4月30日から大会が順次スタートしていって、8月まではもう10大会ぐらいは行われるんですよね。なので10人以上はオリンピア決めるプロはもうすでに誕生しているんですが、結構大きい大会あるのでトップ選手と並ぶ可能性はかなり高いと思います。で、11月に関しては、ここで優勝しても今年のオリンピアは終わってるので、決まっても2022年のオリンピアなんですが、テキサスステートプロっていうのが11月13に行われるんですよね。でこの大会が唯一アメリカで行われる大会です。で他の大会は全部ルーマニアマッスルフェスタとか、ルーマニアで行われるね、あとはスペインで行われるビッグマンプロとか、あとはロシアで行われるトーナメントオブステート、ピーターズバーグっていうのかなっていう大会があるんですが、この辺は全部ヨーロッパの大会なんですよ。で、この時コロナがどうなってるか分かりませんが、今の現状を見るとアメリカ行くよりもヨーロッパ行く方がリスク高いような気もするので、どうなのかな、分かんないですけどねっていう大会がありますと。そこで11月ならテキサスプロなのかな、英語圏だし、シンさん英語ペラペラだしって考えるとね。で次は8月なんだけど、8月は結構出てほしいなと思ってる大会が正直あって、どっちかに出てほしいなと思ってるんですけど、まずは、タンパプロ、あとは、テキサスプロもあって、ヨーロッパプロもあって、トロントプロもあって、ポーランドクラシックメンズフィジークかなっていう大会もあって、それコンテストのブラジルもあるんですが、この中ではタンパプロとね、トロントプロに個人的には出てほしいなというのもですね、タンパとトロントって規模がでかいんですよ、他のプロ戦と比べると。で何の規模がでかいかっていうと、オープンもボディビル212もメンズフィジークもこのタンパとトロントに関しては行われるんですよ。男子の全部のカテゴリーが行われるんですよね。で知名度も、特にタンパなんかは2019年かな、デキスター・ジャクソンとルーク・サンドーがオープンでは戦ってますし、昨年はハンター・ラブラダがオープンだけどね、プロデビューして優勝した大会としても有名だし、あとはタンパプロのクラシックのチャンピオンデオントレイ・キャンベルみたいな、デトレイト・キャンベルみたいな名前の人は、昨年のオリンピアでトップ10に入っている選手なんで、ディフェンディングとして出るかもしれないし、かなり規模がでかい大会なんですよね、この2つは。で、なんか個人的になんだけど、オリンピアのクラシックだけじゃなくて、全部のカテゴリー、なんかトップ中のトップの選手ってみんななんか、規模がでかい大会、いろんなカテゴリーやってる大会、それこそニューヨークプロとかシカゴプロとか、結構でかい大会に集まる傾向が強いなって、なんとなく思ってるんですよね。あんまりそのクラシックフィジークだけをやる大会とかには地元の人しか出てないとか、あとはちょっとオリンピアに出たことがある選手が出るぐらい、出たことあるけど16位の選手とか、そういうイメージがあるんですよ。本当トップ10以上の選手ってみんななんかでかい大会にこぞって出て、その中で競っていくみたいな、別の大会に出たら優勝できるかもしれないけど、強い人たちがなぜか1個の大会に集まってるみたいな。それは賞金が高いのか、プロモーター、影響力ある人たちがプロモーターやっていて声かけてるからかもしれないんですが、そんな傾向がある感じがするので、オリンピアを狙うんであれば、言い方はあれだけど、他の大会、地方の大会行った方が、そういうトップの選手と戦わなくて済むから優勝する確率は高くなるかもしれないんですけど、クラシックフィジーク一発目ってことで、ボディビルの一発目はやっぱりトップ選手と並んだシンさんなので、クラシック一発もね、できればトップ選手と並んでるシンさん見たいなって思うわけですよ。絶対タンパとトロントにすごい強い選手が来るかどうかは分かりませんが、ただまだオリンピアを決めてないクラシックの選手ってめちゃくちゃ多いんですよ。めちゃくちゃ多くて、クリス・バムステッドとかブレオン・アンズリーとか決めてるんですけど、昨年準優勝だったテレンス・ラフィン決めてないし、アレックス・カンブロネロもまだ決まってないし、ブライアン・ジョーンズも決まってない、トップ5だった彼も決まっていないし、ウェズリー・ビサースとかローガン・フランクリンとか、あとはマイク・ゾンマーフェルトとか、これから楽しみなクラシックフィジークの選手なんかもまだポイントは取っている人いるけど決まってない。であとはオリンピア常連のダニオーナ、昨年は怪我かなでオリンピア出れなかったけどアラシュラバー、そのうちこの大会出ますってなんか表明する気はするので、あんまりここでね、僕がここ出るんじゃないかここ出るんじゃないかっていうのがいいのか悪いのかわからないんですけど、個人的には8月タンパがトロント、11月はテキサスステート、この辺を狙ってるんじゃないかなと予想しております。ということで、今日はね、この辺で終わりたいというふうに思います。少しでも面白かった、ためになったと思っていただけたら高評価お願いいたします。インスタグラムもやっているんで、概要欄もしくはインスタの検索からフォローお願いいたします。では今日はこの辺で終わります。バイチャ。